ちょっと、しうまい、やばい、やばい、めっちゃ気持ちいい、ありがとうございますお願いします。お兄さんね、あの、きついところある、はい、なんかきついところ肩っすね。肩肩こりあるんだ、はい、ちょっと腰ですね、腰ね。まあまあ、とりあえず肩からいってみよう。はい、はい、よろしくお願いします。マッサージ受けたことある？あるじゃん。結構行きますね。結構行ってるな。そんな肩肩結構あの、揉みほぐしてきて、おぉ、みんなバカになる。これは、これはすごい、あの、ゆんちゃんちょっと、し、うまい、ゆんちゃんうまいって気持ちいい、気持ちいい、あ、気持ちいい、あ、気持ちいいっすね。いや、これだけ硬かったら気持ちいいよ。だいぶだいぶ硬いね気持ちいいあー、これも YouTube しようかな。あー、いいな、楽しそう。うん、おじさん、デスクワークですか？ね、ニート無職いや、最近、うん、最近ですね、あの、新しい会社を作ったんです。あ、本当、はい、すごいじゃん、素晴らしい。それはでもやることはなくてです、うんうん、いやでも肩に背負ってるものはありますよ。そうそれはあるよ、責任っていう責任がね、本当に最高。いきはちょっとね硬いんでね、こうね、ちょい強め、ちょい強め、ちょっとめちゃめちゃうまい。全然違う。うん。揉み合い。僕、あ、夫婦なんですよ。あ、夫婦なんだ。で、いつもね、家で揉み合いっこするんですよ。うん、うん。でも、二人ともサボってあんま、こう、本気でやらないけど。うん、やらないからこう。うん、ほんと。クイーンちゃん。まあでも、まあ、そっか。めちゃくちゃ気持ちいい。肩の、まあ、家でやるマッサージってね、手抜いちゃうもん、やっぱり。できますね。これはしょうがない。ちょこちょこ行ったな。うん。比べたらどう？いや、めちゃくちゃ。僕はあのお店持ってますよ。どちらに？田中町っていう南大分のところですね。はいはいはい。そちらの方でお店やってます。後で教えてください。はい。どうぞ。気持ちいい。一人でやってるんですか？いや、従業員もちゃんと3人ぐらい雇ってます今は。まあ、減りましたけどちょっとね。首いくよ。はい。さすがに強いよ。いいな。いいね。気持ちいい。私までなんかまだまだよ。できた飲んでくる。いやー、この街頭マッサージももう4年ぐらい経ってますからね。もうなんだかんだ言ってるんです。そうですね。もう動画数で言ったら600超えましたからね。ねー、すごい。まあ普通にマッサージは本職でやってますんで、やっぱもう何千人と触ってますけど、ちゃんと。それはこの人生を聞くんですか、やっぱり。あ、トーク割りなんでね。まあいろいろお体の悩みとか、まあなんか面白いネタとかあればどうぞ。いやー、面白いネタはないですけどね。まあ、今時はな、なかなかね。肩こりで頭痛とかある？最近、うん、会社を始めたばかりじゃないですか、うん、不安があって、どうなるかな。あ、だから悪夢をよく見ます。あの、ね、最初の頃はね、お金の心配なんだよ、圧倒的に。まあ、そうですね。やばい、やばい、めっちゃ気持ちいい。そう、頭痛とかね。いくよ。あ、頭が。わかんないですよ。半端ないよ、これ。いいなぁ。こんなにしっかり。この椅子のマッサージでね、これぐらいできるっていうのをやってます。いや、普通座ったらそんな気持ちよくないじゃないですか。うん、まあ、そう。まあ、普通の人がやる分にはね、ぶっちゃけ言ったらそうでもないですね、確かに。で、今日は、肩と肩甲骨剥がしていこうかな。硬いんでね、ちょっと猫背があるので、はい、まあ、いつもやってるんですけど、はい、ちょっと失礼しますよ。よいしょ。
肩甲骨当たっていきますよ。よろしく。とんでもない。これをね、はい、これをこう置いてください。これ力抜いてね、力をね、うん、こっちをね、肩甲骨をね剥がしていくからね、の痛ー、はい、力抜く、力抜く、はい、力、あの力入れたらダメだから、ね、あー入れてないですよ。あ、硬いね、ここら辺がちょっとだいぶ癒着してる。なんでここからね上を剥がしていくよ。あ、ここ、あ、もう気持ちいい、あ、気持ちいい、気持ちいい、ね、あ、久しぶりの反応いい人当たったわ。ああ、ここすごいね、ここすごいよ。ここだけもうね、ここの彫りが取れたらもう本当羽が入る、もう軽くなる。いや、はい、もう一回剥がすよ。はい、はい、力抜いて、力抜いて、はい、あー、あー、声が出てる。はい、もう一回。で、ここをね、こう、で、で、ここをね、この上から押してもらう。もうちょっと。オーマイガー。オーマイガー。これ、やばい。やばい、いった。大ヒット。大ヒットですね。よし、で反対向きます。やめたい、うん、はい、こっちをね、こうね、こう来てください。こっちも剥がして、力入れな、力入れたら筋肉って追い出しちゃうから、うん、はい、いくよ、せーの、はい、ブラブラ、あ、こうね、ブラブラっとして、はい、あーあいやいや、痛いよ、痛いよ、痛いよ、確かに。これだけ硬かったら痛いよ。痛い、待ってね、上を剥がしていくよ。あ、相当苦手。酔っ払ってんだろ。いやいや、僕酔っ払ってなくてもこんな感じ。いやー、いかんわ、こんな首が垂れるのはいかん、いかん。猫背ってわかるんですよ。いや、そりゃそうだよ、猫背だからこそこの肩硬いんだから。うん、いいね、だいぶ硬いわこれ。猫猫びっくり。この肩甲骨に関してはやっぱ痛いよ、もう基本的に治療に近いから。うわあ、さあ、はい、上を剥がす、どんどん上を剥がしていきます。握力がいるな。相当力入れ、力入れたらダメ。だんだん上いくよ。うわ、ほら、だんだん上が剥がれてきた。オッケー、完璧。そんな気持ちいいのない。ない？でも100回ぐらい行ってますけど。100回ぐらい。100回って言わないぐらい行っちゃうよね。うんと。かなり行ってますね。それほど大きいんだろう。体を万歳してください。はい、伸ばしますよ。はーい。頭組む。今度は脇伸ばします。はい、オッケー。よーし。腰悪いんだっけ？はい。やる？やりたい？どっちがいい？やりたいですか。あー、オッケーでございます。早くやりたいやろ。しょうがないな。背負がない。まあ軽くかいきよ。痛い。ああ。めっちゃ硬い。硬い。どこが腰痛いって。ここら辺だ。ああ、これはあれだな。うつ伏せじゃん。あ、そうだ。ここやろ。ここ。いや、本当にうつ伏せになるやつやっちゃうよ。いや。彼ずっと待ってるから。まあいいや、じゃあまあ今日はちょっとストレッチだけね。はい、はい、こう伸ばします。またお店に行きます。お店に行きたいね。よし、はい、お店行ったら完璧。やっぱ寝てできるから。うわー、うん、オッケー。はい、じゃあ最後に肩をちょっとやって終わりたいと思います。とんでもない。肩もみと最後は肩を叩いて終わり。お兄さんにしてもらいたいね。そう、まあ、まあ大学うちうまいですけどね、僕が教え込んでるんで。基本的には多分他とやり方がちょっと違う。いや
今日はね、しょうがない。そういう、これだけ人多かったら。娯楽を求めてるもん、ほんと。気持ちいい。ここだな、ここ、ここ、ここ。ここ気持ちいい、ここ。はい、叩いていきます。はい、さっきの先が全部来ました。ありがとうございます。まあ、仕上げちょっとなるよね。全部なくなった。なくなった。やば。ほら、2000人ぐらいいるでしょ、これやったら。多分。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。消毒します。はい。